令和6年11月15日、金曜日です。金曜日21時から開始の金曜レタンレース、本日もよろしくお願いいたします。いつも通りの8台エントリーです。では前半戦はナローツーリンクラス、後半戦はワイドツーリンクラスと実施いたします。ナローツーリンクラス予選第1ラウンド第1組ご準備ください。ご準備ください。第1組出走ドライバーは奥保選手、松村選手、三浦選手、赤木選手。はい、では横一列スターティンググリッドにお並びください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キングレナローツーリンクラス予選第1ラウンド第1組3分走りですスタートです。さあ、早めのスターティングフィナールスタートしました。さあ、オープニングスタート、オープニングラップ4台流れる展開となった。トップで帰ってきたのは松村選手、2番手ニューニュー、3番手アプリ、4番手ここも。さあ、4台序盤から綺麗な重列。さあ、トップ松村選手が練習走行でベストラップをマークしておりましたが、少しずつリードの距離を広げ始めたか。さあ、2番3番距離が近か。ニューニュー赤木2番3番。さあ、トップは松村選手、2番手ニューニュー、3番手アプリ、4番手小久保の序盤レースオーダー。レースタイムは残り2分15秒です。45秒が経過いたしました。序盤の45秒が経過いたしました。残り2分15秒です。金ウレナローツーリンクラス予選第1ラウンド第1組、現在トップ走行は松村選手、6番7番セクションから最初この8番ストレート1コーナーに入っていく。ベストラップは 11.07 マークしている。2番手ニューニャー選手がオレンジ色のマシン、松村選手の後方 1.5 秒、3番手にレッド赤木、ニューニューの後ろ 0.8 秒、4番手にここが蛍光イエロー、赤木の後ろ3秒。さあ、レースタイムは残り1分40秒です。残り1分40秒。さあ、現在トップ走行松村選手、1コーナー2コーナーに入っていく。白ブルーのマシン、日産 R33GTR。 おっとっと、赤木が引っかかった。さあ、ここでちょっと痛いタイムロスだ。さあ、ニューニューもいいですよ。松村選手の後方 1.3 秒キープしている。ほぼ同じペースで、ああ、しか先頭、ちょっとこれは戻さないといけない。さあ、これで3番手に交代、変わって2番手に上がったのは赤木。レースタイム残り1分10秒です。残り1分10秒。さあ、トップは松村、2番手赤木、3番手ニューニャー、4番手ここのレースオーダー。残りは間もなく1分となります。さあ、トップ松村が非常にいいペースだ。現在11カップ目、レースは残り1分です。残り1分、3分が周回です。2分が経過いたしました。さあ、現在トップ走行松村選手、現在3番、4番セクションに入ってくる。中央セクション、白、ブルーの日産 R33GTR、現在ストレート。おっとっと、さあ、2番、3番、少しフラッシュがあって、入れ替わりが再びあった。ニューナイが2番手、3番手、赤木、4番手に国防。さあ、レースタイム残り30秒です、残り30秒。さあ、最終コーナー引っかかっている。さあ、これで国防が1つポジション上げる、3番手、4番手に赤木。レースは残り30秒です、残り30秒。さあ、トップ、松村、1台。抜け出る展開、残り20秒です。さあ、トップは松村、2番手ニューニュー、3番手ここ、4番手赤木。レースタイムは残り10秒です、残り10秒。残り10秒。さあ、松村ファイナルラップだ。まあ、1周が11秒台ですので、長めちゃ長めですね、今回では。さあ、ここでタイムアップとなります。さあ、松村選手、トップゴール、松村選手ゴール、赤木選手ゴール、こちら、ニューニュー選手ゴールで、はい、全勝ゴールです。お疲れ様でした。松村選手16ラップ3分、3秒8レー。サンナローツーリングラス予選第1ラウンド、第1組、ターゲットタイムとなります。はい、では続きまして、金ウレナローツーリングラス予選第1ラウンド、第2組へ参ります。第2組出走ドライバーは片山選手、今村選手、勝田選手、店長。はい、ここ1位にお願いください。はい、ありがとうございます。では参ります。金ウレナローツーリンクラス予選第1ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。金ウレナローツーリング第2ヒート第1レース。さあ、トップは勝田選手。あっと、片山選手がちょっと店長が2番手に上がりました。トップ片山に、じゃあ トップ勝田に、店長3位片山、そして最後尾に今村。
さあ、しかし各社いいペースか。1位、2位、3位がいい感じだ。さあ、今村も最後尾ながら少しずつ差を詰めていけるか。さあ、トップ、あっと、トップがミスで店長が煽りを食らってしまった。トップは数に変わって、トップ数さん、2番手片山、3位に今村で、煽りを食らった店長が最後尾。さあ、カズさんがいいぞ、トップ回走中。残り2分。しかしまだまだ4台がストレートに。あっと、勝ったがちょっとミス。さあ、3番手今村が2番手を追うか。店長もここに追いついてきた。カズさんが少し抜けれるか。さあ、3番手争い、店長が今村をかす。あっと、今村道を開けたが店長は引き刺さる。さあ、トップカズ2位勝田、3位今村、4位店長。さあ、残り1分20秒。さあ、ベーストラップは勝田が一番時計か、勝田が11秒33。ということはこれ1位と2位の差が徐々に詰まってくるのか。残り1分。さあ、残り1分を切って1位2位との差はコンマ9秒。1位との差変わらず、あ、ここで店長が3位浮上。残り30秒、あと3週間。残り10秒。全車が15ラップに入っていくか、16ラップに入っていくか。タイムアップ。さあ、全車16ラップ、最終ラップ。カズゴール、カツタゴール、店長ゴール、今村ゴール、全車ゴール。トップゴールは片山さんの、3分5秒54で16ラップです。はい、お疲れ様でした。金浦ナロートリンガーズ予選第1ラウンド終了です。集計が出ます。あ、集計結果、暫定ポールは松村選手16ラップ3秒です。はい、では続きましてナロートリンガーズ予選第2ラウンドへ参ります。ご準備ください。ナロートリンガーズ予選第2ラウンド第1組出走ドライバーは松村選手、入念選手、小久保選手、赤木選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れナローツリンクラス予選第2ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。さあ、横一線から1コーナー2コーナー10列に、おお、戻った、ラッキーラッキー。さあ、ここからここから。さあ、トップは快速松村、2番手レッド赤木、3番手ニューニュー、4番手国語の序盤レースオーダー。さあ、トップ松村選手起点は11秒09、10秒台目前。おっと、予想周回常磐線ではありますが17ラップが点灯している。さあ、2番手争い、赤木ニューナヤ、さあ、赤いマシンとオレンジマシンが2番3番、テールツノーズ。残り2分。さあ、レースは残り2分です。序盤の1分が経過いたしました。3分間周回です。残り2分。さあ、トップ松村が1台抜けてる展開。現在ストレート1コーナー2コーナー入っていく。2番手赤木、3番手ニューネア。さあ、ここは距離が近い 0.6 秒差。4番手に蛍光イエローが国防。
残り時間は1分35秒、3分間周回です。まもなく折り返し地点、残り1分30秒となります。おっと、2番様、さあ絡みがあってお見合い状態。さあラッキーで起き上がりましたからね、それほどタイムロスはないですよ。せいぜい2秒してないですね。さあ注目は2番3番争い、ニューナヤ VS アクギー。この間トップ松村が逃げる。レースタイム残り間もなく1分となります。さあ金売れナローツーリンクラス予選第2ラウンド第1組、残り1分です。残り1分2分経過。さあトップ松村は現在アベレージペースが 11.3。 さあ自己タイムの 第1ラウンド暫定ポールタイムを更新するペース。さあ注目は2位争いだ。さあニューニューバーサス赤木、さあ 0.3 秒差、残り30秒。さあレースは残り30秒です。さあトップは松村一人旅、2番3番はまだまだわからないぞ。残り15秒、我慢大会あと2周ありますね。さあ残り10秒のコール。さあトップ松村は17、あっと赤いミス。さあニューニュー届いた。さあ間もなく赤木はどうだ。そうですね、赤木ゴール、松村ゴール、北部ゴール、レース途中、ニューニュー帰ってきて、はい、全車ゴールでーす。お疲れ様でした。トップゴールは松村選手、16ラップ3分2秒03。さあ自己タイム更新の暫定ポール更新です。はい、では続きまして金売れナローツリンクラス予選第2ラウンド第2組ご準備ください。出走ドライバーは片山選手、勝田選手、今村選手、店長。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れナローツリンクラス予選第2ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。ナローツーリング第2ヒート第2レース。さあ1コーナーを制したのは勝田、あっと数がミス。さあ今村が2番手に浮上。さあトップ勝田、2位今村、3位片山、4位店長。さあ勝田が飛ばす。2番手争い、今村、ここで今村がラインを譲って、カズが2番手浮上。さあ、勝田が飛ばして、どんどんと後続との差をつけている。さあ、トップ勝田、2位片山、3位今村、4位店長。残り2分。3位争いの今村に店長が追いついてきた。勝田は序盤からの一人旅。さあベストラップも11秒24と先ほどよりも早いタイム。さあ勝田の逆転でのポールはあるのか。3位争いは今村が少しリード。さあ1位と2位との差は 1.7 秒。さあもう残り2分経過で残りあと1分。残り1分。さあ各社いいペースだ。全車予想周回数が16ラップ。さあ1位との2位との差が少し詰まってきたか、1秒。さあ数も追い、残り1分、残り30秒。
そして3、4争いも再び距離が詰まってきた。とここで2、3位がフラッシュ。残り10秒。さあ1位2位との差は詰まってきた。今コンマ6秒ラストラップ、タイムアップ。さあタイムアップで勝ったゴール、勝てたゴール、延長ゴール、今までの連射ゴール、残念ながら勝田はポールポジションゲットにはならず2番手。はい、お疲れ様でした。キングレナローツーリンクラス予選走行終了で集計結果出ます。さあポールポジションは松村選手が、というかみんなほぼほぼみんな2ラウンド目で上げました。16ラップの3分2秒が、ポールタイムとなりました。では3分後。いやいやいや、すぐやったらすぐ終わるから、はい、3分インターバルです。3分後決勝レースを行います。決勝は、ノンマーシャル8台走行ですのでセルフマーシャルとなりますので一コケが命取りになりますよ。松村さんから計測も通過お願いします。はい、次カツタン。1番エントリー、2番エントリー、はい、次カズちゃんです。実況はコンピューター実況です。1番松村選手、2番勝田選手、3番カズちゃん、4番店長、5番今村選手、6番新村選手、7番赤木選手、8番小久保選手のコンピューター実況セルフマーシャル。とりあえず人間だけが壊れへんようにアキレス腱伸ばしておいてくださいね。救急車呼んでも3階から下ろすの大変なんで、あの荷物用のエレベーターで降りてもらうことになりますんで。はい、では参りたいと思います。キングレナローツーリンクラス決勝 A グループ8分間周回です。スタートです。残り7分トップ1番5周2位3番5周3位4番5周5位7番4周6位2番4周7位6番4周8位8番4周。残り6分トップ1番10周2位3番10周3位4番10周5位6番10周6位7番10周7位2番10周8位8番10周。はい、起こした起こした高校さん起こした、ね。
残り5分トップ1番15周2位3番15周3位5番15周4位6番15周5位7番15周6位2番14周7位4番14周8位8番13周2番3分結果15周1番3分結果16周8番3分結果14周4番3分結果15周3番3分結果16周6番3分結果16周7番3分結果16周5番3分結果16周残り4分トップ1番20周2位3番20周3位6番20周4位7番20周5位2番20周6位5番20周7位4番19周8位8番18周1番4分結果21周4番4分結果20周8番4分結果19周3番4分結果21周6番4分結果21周7番4分結果21周2番4分結果21周5番4分結果21周残り3分トップ1番26周2位3番25周3位6番25周4位7番25周5位2番25周6位5番24周7位4番24周8位8番23周残り2分トップ1番31周2位3番30周3位6番30周4位2番30周5位7番30周6位5番30周7位4番29周8位8番28周残り60秒トップ1番36周2位3番35周3位6番35周4位2番35周5位7番35周6位5番35周7位4番35周8位8番33周残り30秒
残り10秒。タイムアップ。6番ゴール1番ゴール8番ゴール2番ゴール7番ゴール5番ゴール4番ゴール3番ゴール電車ゴール。優勝松村さん。キングレ初優勝。キングレナローツーリングラス決勝 A グループ優勝は初優勝松村選手、2位カズちゃん、3位ニューニュ、ニューニュも3位入りました。ナイスラン。はい、お疲れ様でした。以上にて前半戦ナローツーリングラス終了です。キングレ後半戦です。後半戦はワイドツーリングラスを実施いたします。予選第1ラウンド第1組、自己準備ください。出走ドライバーは松村選手、片山選手、今村選手、勝田選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。さあスピード域が上がって後半戦ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組、ちょっとお見合い状態でしたが、オープニングアップトップで勝ったのは青いマシンが勝った選手、2番手カズちゃん、グリーンのマシン、3番手に松村選手、4番手今村選手の序盤レースオーダー。さあトップ争い、いきなり勝った VS カズのガチンコ対決。さあ3位争いも白青の前、あっとカズちゃんミス。さあこれで2番手に上がったのが松村、3番手今村、4番手カズ。さあその間トップの勝った選手が逃げるブルーのマシン。さあ2位以降は距離が近い松村、今村、カズちゃん。さあここは松村無理をせずラインを譲って、今村2番手浮上、3番手松村、4番手カズ。さあ2位以降は三つどもえの接近戦。さあ松村選手は無理をしない。予選はねもう後ろから速い車来たら生かした方が自分のためです。残り2分。さあレースは残り2分です。序盤の1分が経過いたしました。さあトップ勝ったが逃げる。現在7周目、ベストラップは 10.31 をマーク。2番手今村、3番手片山、ここは距離が近い 0.4 秒。4番手に松村。残り時間1分30秒、折り返し点を過ぎました。さあ3分間周回です。後半戦に入って依然トップは勝った。さあ単独逃げる展開。さあ2番3番はいいぞ、今村 VS カズ。さあ2番手今村選手そのまま守りきれるか。カズちゃん3番手、さあ松村もマイペースキープして食らいついていく。レースタイムは残り1分となります。3分間周回です。2分が経過いたします。さあ2番3番入れ替わってカズちゃんが2番手浮上。残り1分、残り1分。おっと危ない。さあラッキートップ勝った、転倒しましたがラッキーでクリア。ブルーのマシン2番手片山、3番手今村、4番手松村のレースオーダー。残り時間45秒です。残り45秒。さあトップは勝った選手、一瞬危ないクラッシュでしたが、さあこれをラッキーでクリアして残り30秒です。さあカズちゃんが後方1秒まで迫っている。勝ったトップ2番手カズちゃん1秒、今村が3番手 0.9 秒、4番手松村が 2.7 秒。さあ残りは15秒です。レースは残り15秒。金運ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組、さあトップバッター現在ストレートから1コーナー2コーナー入っていくブルーのマシン。レースは残り5秒、トップグループはもう1周入る。今村が届くかどうか、ギリギリタイムアップ今村ゴール。さあ松村もついで4番ゴール。さあトップ争いはこのままのポジションでゴールとなる。ゴールゴール、回転車ゴールでトップゴールは勝った選手、18.8秒70。さあ予選第1案第1組から熱いレースが見られました。はい、お疲れ様でした。では続きましてキングレワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2組へ参ります。キングレワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2組、出走ドライバーはニューナヤ選手、コポボ選手、赤木選手、店長。
はい、スターティングマーシャルありがとうございます。キングレワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。店長赤木さん、ゆなさん、ここばさん、店長ニューナさん、赤木さん、国母さん、残り2分、変わらず店長ニューナさん、赤木さん、国母さん、1分30秒経過、店長ニューナさん、赤木さん、国母さん、残り60秒、店長赤木さん、ニューネさん、国母さん、残り30秒、店長赤木さん、ニューナさん、国母さん、残り10秒、店長赤木さん、ニューナさん、国母さん、タイムアップ、2番ゴール、1番ゴール、4番ゴール、残り3番ゴール、はい、キングレナロワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組は、トップゴール点数17分1秒43、ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド中継結果が出まして、暫定ポールは勝った選手が18着あと8秒となっております。上位2台カーズちゃんまでが18ラップをマークしまして、今村選手が暫定3番手17ラップの1番前3分0秒となります。目指す18ラップですね。はい、では続きまして金運でワイドツーリングクラス予選第2ラウンドへ参ります。ご準備ください。第2ラウンド第1組出走ドライバーは勝田選手、片山選手、今村選手、松村選手です。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キングレワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。横一線からスタート、縦一列、さあ、うまく前半セクションで4台上がってた。トップ勝った、2番手勝った、3番手今村、4番手松村、さあ、いいですよ。2周目に入っていく。さあ、順位は変わらず、トップ勝った、2番手勝った、3番手今村、4番手松村、さあ、トップ争い、
勝田 VS カズ 0.2 秒差現在中央セクション青いマシンとグリーンのマシン。さあ3番4番もいいペースをキープしている。レースタイムは序盤の45秒が経過いたしました。残り2分15秒です。さあトップ走行はブルーのマシン勝田選手、後方グリーンのマシンチャンピオンカズ。残り2分、レースは残り2分です。序盤の1分が経過いたしまして、依然トヨルスノーズの 0.3 秒差。そして3番手には今村、4番手松村もいいペースだ。さあ3分間周回レース残り1分45秒。さあ序盤から中盤にかけて各社いいペースをキープしている。トップ争いは熾烈なバトルとなっている。 0.5 秒差。さあトップ勝田選手、このまま守りきれるか。第1ラウンド暫定ポールのまま、さあ第2ラウンドも決められるか。しかし第2ラウンドはカズちゃんが後方プレッシャーをかける。おっと、さあ5番セクション、ちょっと勝田選手先ほども一コケ見られましたから危ないコーナーだ。さあ後方カズちゃんグリーンのマシンがプレッシャーをかける。レースタイム残り間もなく1分となります。3分が周回です。2分経過、残り1分です。残り1分、依然続くトップ争い。残り1分です。さあ勝田カズその差 0.3 秒。さあ3番手今村も2秒後方。おっとカズちゃんミス。さあ松村も悪くない 2.5 秒後方。さあまずは自己タイムの更新を目指すべし。さあトップ争いは勝田片山、まだまだ分からない 0.5 秒。ちょっとさあカズちゃんギリギリのラインか。今村ワンタッチだが、それほど、あーっとさ、ちょっと中盤、残り30秒、ミスが目立ってきたか。さあ、これを最小限のタイムロスで抑えたいところ。残り時間は20秒です。トップ勝った2番手カズ、依然 0.4 秒。3番手今村、4番手松村。さあ、レースタイムは残りここで10秒となる。トップグループはあと1周半。あーっと、差しましまった。さあポジションはキープ、ファイナルアップ勝負だ。勝田カズ、さあ今村も入った。さあ18入った。さあここでタイムアップ。おっと松村もったいない。さあ松村ゴール、勝田も振り切りました。トップゴール、さあ前者ゴールです。トップゴール18ラップ3分6秒81勝田選手、バトルしながらタイムアップ、素晴らしい。さあカズちゃんも惜しかったです。その差 0.181 番2番。さあそして今村選手もナイスラン、18ラップ入りました。はい、お疲れ様でした。ワイドツーリングラス予選第2ラウンド第1組まで終了で、予選最終レースとなります。ワイドツーリングラス予選第2ラウンド第2組、出走ドライバーは赤木選手、二宮選手、小久保選手、店長。はい、座ってきましたらありがとうございます。では参ります。金売れワイドツーリングラス予選第2ラウンド第2組、3分が周回です。スタートです。ヌーナヤさん、店長、小久保さん、残り2分。赤木さん、二宮さん、店長、小久保さん。赤木さん、二宮さん、店長、小久保さん。
残り60秒。ガルス3さん、店長、小久保さん。残り30秒。ラジさん、ゆなさん、店長、小久保さん。残り10秒。赤木さん、ゆなさん、店長、小久保さん。タイムアップ。4番、ゴール、店長ゴール、3番、ゴール、赤木さんゴール。1番、ゴール、店長ゴール。さあ、以上にて、ワイドツーリングプラス、終了です。集計結果が出ます。はい、ワイドツーリングプラス予選レース終了で、ではインターバル3分間です。3分後、決勝レースを行います。はい、ではでは、金売れワイドツーリングクラス決勝レース参ります。はい、ありがとうございます。筋肉痛解消のためにスターティングマーシャル行ってくれてます。はい、セルフマーシャルですんで、おけがのないようにお気をつけくださいね。はい、番号も一遍言うときます。1番勝田選手、2番カズちゃん、3番赤木選手、4番今村選手、5番店長、6番入内選手、7番松村選手、8番高校選手ね。では8分間ノンマーシャル、セーフマーシャル、銀売れワイドツーリングクラス決勝 M スタートいたします。
残り30秒。
残り10秒。タイムアップ10番ゴール、5番ゴール、8番ゴール、9番ゴール、7番ゴール、1番ゴール、6番ゴール、2番ゴール、電車ゴール。片山選手、今村選手、3位店長でした。はい、以上にて本日金売れワイルドツーリングクラス全行程終了で、前後半すべて終了ですね。また来週もよろしくお願いいたします。